娘。会いたかった。よく来た。日本は楽しかったか。日本で思い出した。約束破っただろ。ダッド、いきなりひどいぞカジカちゃん。でも今はこのまま時を抱きしめたい。あなたのそばに。ムスターファとの関係が愛だって言うなら、もう一度ああいうのがあるなんて信じられない。私たちは見つめ合うだけでお互いを分かり合えた。日がない一日、寄り添って眠るだけで十分だった。ムスターファがゆっくり歩くのを見るのが一番好きだった。その美しさに胸が詰まって言葉を失って、この瞬間に全ての時間が止まってしまえばって思った。子供相手に少し酷だったかな。来たのかリーレン。お前が呼べばいつなりと。確かにそこだけ日常とかけ離れた空間があった。お前が追わなければならない宿命はさらに重いものなのだよ。宿命って？それはお前の夫となる男がそこに座った時教えよう。夫？そんなのずっとずっと先じゃない。待てないよ。そこでこれからゲームをしないか、カジカ。お前はこれから3人の男と出会う。みんな私の選んだ男たちだ。彼らは人を魅了せずにはいられぬ宝石の輝きを持って己の存在を指し示すだろう。でも、もしダッドのお気に入りを私が全然好きになれなかったら？その時は私と彼らの負けだ。もう一度言う。これはゲームだ。受け入れるかどうかはお前次第だよ。私が受けると知って仕掛けてるんだろ、ダッド。この私が12年かけて探し選び抜いた男たちだ。彼らは人を魅了せずにはいられぬ宝石の輝きを持って己の存在を指し示すだろう。なんという美貌。まさかこの男一人目か。覚えてるだろう、ナギ教徒は人前で布は取らない。それをするときは相手に敗北を認めたときと。異性に対して求婚するときだ。カジカ、俺は今お前にプロポーズしたんだ。その3人が誰だろうとお前は俺を選ぶ。俺は生涯お前以外の妃などいらん。僕が唯一心を許せる女性だ。カール。いきなりこんなことを言われたら驚くよね。うん。言った僕も驚いている。でも君への思いは本当だ。もちろんすぐにとは言わない。よく考えてくれていい。僕は待つよ。いつまでも。おう、私の代わりを探す。このゲームの本質はそれだ。君は不満だろうね。カジカが選んだ3人の中に自分が入っていないのは。ま、いえ、そんな。このゲームの意図するところ、カジカを愛し助け守ってくれるものを探す。だが波の愛し方ではダメだ。彼女を守るためには己さえ捨てされるものでなく。この男が怖い。
愛と思うなんて初めて。なのに私は信じようとしている。嘘と百も承知でもなお、私は怖い。私の気持ちが、私は好きなのだ。あの冷酷な鬼が正体を知った今、さらにその気持ちが募るのがわかる。喜びも苦しみも愛してる。君が与えてくれるものしか感じることができないから。喜びは一瞬、苦しみは永遠。それならば、君がくれる柔らかい棘に包まれたら生き絶えてしまいたい。私たちは友達じゃないのか？どうして少しくらいの弱音も入ってくれないんだ？私はそんなに信用できないのか？何でもいい、お前の力になりたい。なりたいけど何もできないのが悔しい。私は寂しい。柔らかい、どうしてこんなに柔らかいんだ？こんなもの触ったことがない。参上いたしますまで決してここを動かれませんように。クイーンゾ殿下にはどのようなご心配も無用、全てお任せよ。このクイーンゾの生涯の忠誠を殿下に。ではこれでしばらくの別れを。クイーンゾ、それでも国王が拒否し殿下に応じなかった場合どうなさいますか？それでも私は戻ろう。たった一人でもいい、私を望む国民の声があれば私は必ず戻ってみせよう。このまま時